よろしくお願いします。ユーチン先生でございます。というわけで皆さん、ネットプレイ出てこうかっこよくね、パッパッパッと素早く動いてボレーして、わー下がってスマッシュみたいな決めたいと思うんですよ。今日はもうそれ持ってこいのお手本、この間のプロの練習会で撮ってきた映像を紹介したいと思います。で、激しい動きの中でしっかりと基本的なところが守られているところ、そこのところを確認しながら見ていきたいと思います。練習メニューはこういう感じです。2人がストロークに入って、1人がボレーで、ストローク側の2人もプロ選手ですから、どんどん正面に速いボールをついたり、またやらしく足元に落としたりで、後ろにロブで下げてという形、本当にネットプレイヤーを前後左右に揺さぶる、ものすごくハードな練習です。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、で今日ネットプレイをやってくれるのは大西健プロです。大西健プロの動きを横から、それから足元から撮った映像をしっかりと紹介したいと思います。まずこれ1セット、だいたい1分半から2分ぐらいだと思います。もうほぼ休憩なしでこの動きをハードに行います。まずは最初から最後までご覧ください。はい、ではフォアボレーから見ていきましょう。こういう感じで後ろから前にしっかり入っていって、打ち抜いたフォアボレー見てみます。いい動きです。はい、しっかりここ右足軸足体重で構えています。その後ラケットをしっかり面をセットをして、左手も出して体が開かないように気をつけています。はい、打ち抜いていく過程でこういう感じですね。もう前に飛ぶように踏み込んでます。それから面がしっかりここ保たれているところ注目してください。強く打ってるんですけど、決してかぶせてない、振ってないところがポイントです。それから左手をしっかり使っているように調整しています。素早い動きの中で基本軸をしっかり守っているので、面がぶれずにしっかり打ち抜くことができます。はい、でこちらはネットに詰めて思いっきり叩いた、思いっきり打ち抜いたボレーなんですが、これもスローで見てみるとすごくよくわかるんですけど、結構面をかぶせてるように感じるんですけど、スローで見るとまずラケット面しっかり平行移動させていて、上から下への力よりは後ろから前にしっかり打ち抜いているのが分かります。またフィニッシュでもラケット面はかぶさってなくて、しっかりと面を保った状態を作っているので、ボールはネットせずにまっすぐ打ち抜くことができます。はい、これは遠いボールを取りに行ったケースですけど、こういう場合は右足で取りに行った方が面が作りやすいですし、左足で取りに行ってしまうとちょっと窮屈な姿勢になりやすいので、あえて右足で取りに行く。で、右足の方がスライディングしやすいっていうことはもうありますので、スライディングの時は右足を使うケースが多かったです。はい、続いてバックボレーです。こちらも大きく踏み込んで綺麗に打ってます。まずは左足軸足でのラケットセット、それからラケットをコンパクトに引いてます。そして右肩をしっかり入れてボールを見ています。打ち抜く時もしっかり踏み込み、それから左手を後ろに開いて体が開かないように綺麗な姿勢を作ってます。はい、で続いて高いボールを少し強めにパンチボレーで下に叩きつけたショットです。こちらも強く打ってるんですけど、面をかぶせずに叩いているのが分かると思います。大西プロぐらいだとちょっとぐらい面を下に向けて叩きつけに行っても、入れるだけのボレーの能力、ボール扱いの能力はあるんですけど、あえて練習の時からもう試合の大事な場面に備えてしっかりと雑に打たずに面を残してかぶせずに打っている、試合の時の大事なポイントを考えて練習しているのが分かると思います。はい、でスマッシュ、簡単なジャンピングスマッシュとちょっと難しめのジャンピングスマッシュ両方見てみましょう。はい、左手の左側からまずしっかりボールを見て基本通りの構えが作れています。はい、打つ直前に左手を上げて準備をしてボールを打つ姿勢を作ります。でその後身体の回転を使いすぎずに、腕だけでスイング、左手でしっかりと体が回らないように注意しています。これもバランスが崩れるぐらい後ろに下げられてますけど、正確に打っています。こちらも同じです。左手の左側からボールを見ながら下がります。体の向きをまずはしっかり作って、
右足で踏み切るときに左手を準備してます。こちらも最後ちょっとバランス崩れかけてるんですけど、しっかりと腕を使ってスイングをしています。はい、いかがだったでしょうか。まず最後のスマッシュのところ、腕だけでスイングっていう説明ありましたけど、昔出したこちらの動画に詳しいところは説明をしています。まあどうしてもねちょっと語弊がある言い方なので、まあサーブは体をしっかり使うけどもスマッシュは腕だけみたいな言い方はします。で実際は腕だけって言っても体はまあ全く使わないわけではないので自然に動く範囲で使うんですけど、まあスマッシュとサーブは切り分けて考えましょうということで、スマッシュは本当にああいう形で腕だけでしっかりと抑え込んでいく、そういうイメージで打っていくと試合の大事な場面でもミスらずに安定して打てます。はい、またラケットのセットの形とかもこちらの動画に昔詳しく載せてますので、よろしければそちらをご覧ください。とにかく動きがものすごくハードなんですけど、その中で基本事項をしっかり守ることでボールをしっかりパンチできるし、またパンチをしっかりして勢いのあるボールを出してもネットしない、アウトしないで打てるような面使いをしているのがわかると思います。途中でも言いましたけど、大西選手ぐらいボール扱いが上手くなると少々こう振ってもね、叩くように使ってもボールは入るんですけど、やっぱり練習の時にそうやってやってしまうと試合の大事な場面でその癖が出てしまう。ですから練習の時からきっちりきっちり面を残してテニスをしようとしているのが伝わってきます。スマッシュに関してもまず下がるところ、しっかり左手の左側からボールを見て大きく下がる、それから打つ直前で左手を上げてバランスを取るというところの動きなんかはこう動きがねすごくハードなのでよく分かったと思います。左手を上げる動作っていうのは結構大事なんですけど、あまり早くにこう高く上げてしまうと下がる動きの時に邪魔になってしまったり体がスムーズに動かなかったりしますから、ああいう形で左手の左側からボールを見て左手はまあここの体の前には来てるんだけれども、最後上げるのは打つ直前で OK です。そのあたりも前の動画に出てますのでぜひ参考にしてみてください。はい、でここでお父さんお母さんへのメッセージです。こういうネットプレー、例えばラケットを下げずに止めるであるとか、あと下がりながらしっかりラケットを振るスマッシュであるとかは小学生とかのジュニアにはまだちょっと筋力的に身体的に難しいところがあります。ラケットは下げんとこうと思ってもどうしても力がないので最後下がってしまうし、止めようと思ってもかぶさってしまったりします。またスマッシュも勢いよく振りたいんですけど、まだまだここのところの最後抑える力とかがないのでふかしてしまったりとかが多くなります。ただしっかりボールに向かって踏み込んでいくであるとか、ネットに出てしっかり構えて相手のボールに反応するであるとかは低年齢の時にしっかりやっておくと、その動き出し動きを覚えることができます。何よりゲームの中でネットに出ていくことによってポイントにつなげる感覚、ポイントを取る感覚っていうのが分かりますし、将来的にネットに出れる選手と全く出れない選手で大きく試合の中で使える戦術が変わってきますから、基本通りのフォームを低年齢の時からやる、まあ、その将来的なゴールを見据えて練習することは大事なんですけど、全くその通りやれるかどうかっていうとちょっと難しい面は当然出てくるので、そこは頭に入れつつどんどんネットプレーは練習してもらいたいなと思います。ではまた。